首はペッカリーは南北アメリカ大陸に生息するイノシシに似た草食性哺乳類である。クジラグーテイモクイノシシアモクペッカリーカに属する。種名はブラジル、グアラニー族の言葉より、ジャベリナとも呼ばれるが各地域によりチャーカロ、ベクワイロ、ジョバリーなどという呼び名がある。北アメリカ大陸南西部、中米全域、南アメリカ大陸の南西部を除く地域。 体長75から 100cm、体高約 46cm、尾長が1.5から 5.5cm、平均体重約14から 18kg、ペッカリー加減性3種の中では最も小型となる。頭部は、鼻先が尖ったくさび型。目は小さく、また外耳も小さく、丸みを帯びている。牙は小さく、下向きに湾曲する。胴体は樽型で、獅子は、 細く長い。シタンはやや古い形質を残しており、地面についた二つのひずめとやや髪型にある爪の合計三本の跡がある。走行に適応し、時速32キロほどで走行が可能である。体毛はアンハ灰色で、喉元には白からやや黄色みがかった首輪状の帯がある。死友はよく似通っており、遠目からでは区別がつきにくい。新大陸の砂漠から、 森林、ソリン、渓谷、海抜2700メートルの山地や海沿いの熱帯林まで幅広い地域に住む。肝臓の機能に優れるため乾燥には強く、また他の気候に対しても順応性が高い。人工の環境にも適応し、虹林や工作地、市街地にまで姿を表す。こうした適応力は他のペッカリーとは異なる点である。本来は、 熱帯域に生息していたと推定されているが、高い適応能力を持っているために極端な寒冷域を除く地域に進出している。性格は社会的で大抵が6から7頭程度の小規模な群れを構成するが、稀に30頭以上の大規模なものも存在する。これにより、ジャガーやピューマなど強力な捕食者から身を守る。 群れの構成員の年齢は、性別はまちまちであり、メスがオスに対して支配的である傾向はあるが、上下関係などはあまりはっきりしていない。群れ内部では、毛繕いや鳴き声でコミュニケーションをとる。グルーミングの際には、終戦の匂いを嗅ぎ、互いに擦り付き合うことで匂いを分かち合う。また、群れのメンバー同士で呼び合う低いうなり声や犬のような、吠え声、威嚇時の剣士の神鳴らしなど、 様々なパターンの行動が観測されている。時として小競り合いなども発生するが、この際は、剣士の神ならしによる威嚇が行われ、時として、牙で噛み合うなどの闘争に発展する場合もある。食生は雑食。小動物を捕らえて食べる場合もある。また、地表に落下した果実や種子を拾ったり、地下茎などを探して、地面を掘り返す。ただし、 不要土などを掘り返したりすることは少ない。時として工作地に入って野菜や花、穀物なども食べる場合もある。また、干ばつにさらされることも少なくない。中米地域においてはサボテンなどの多肉植物を食べることが知られている。これらはトゲや毒を持つものも少なくないが、首はペッカリーはできる限りそれらの少ないものを見分け利用するという。うちはサボテンなどは 足で葉を地面に押さえて固定し、皮を剥いで内部の柔らかい部分を食べている。妊娠期間は145日ほど。1から4頭の幼獣を出産する。ただし、大抵の場合は2頭以下である。ペッカリイカのメスは2体のチブサを持つが、このうち1体しか機能していない場合も少なくない。出産や授乳は立ったまま行う。巣などは作らず。 幼獣は1から2時間ほどで歩行が可能となる。間伐機期などには産んだばかりの幼獣を母親がすぐに食べてしまうなどの心しも観測されている。群れのうちすべてのメスが出産するというわけではなく、繁殖を行うのは大人となった2から3頭程度である。出産のあと数週間は母親は血縁のメスしか子に近づけることはない。 これらは年若いメスであり、大抵母親の妹などであることも多い。これらは出産時の胎盤を摂取することでホルモンを取り込み、授乳などが可能となる。このメスたちは子守として育児を手伝い、一万一母親が死ぬことがあれば、代理の母として子供たちを育てることになる。人口の環境にも適応し、あまり人を恐れない。一方、 生息域の破壊や分断などの問題も生じている。また、ユーラシアから持ち込まれた豚とも生息域や植生が重なることもあり、生息環境を脅かされることもある。ありがとうございます。